正直ね、これ一番楽しみだったかもしれない。見て、この長い首。あと、モササウルスとかもね、結構楽しみだったね。いやいや、まだブラキオかな、やっぱ。この長い首をさ、組み立てられるのがすごい楽しい。で、全部集めるスーパーティラノだからね。このでけえティラノ、一体一体もちょっと大きめだからさ、これ全部合体したらさ、かなりでかくなると思うよね、これ。すごい楽しみだな、スーパーティラノサウルス。まあ、でもこれじゃなくても自分でオリジナル合体してね、もっとでかいさ、スーパーサウルス作ってもいいよな。いや、それではブラキオサウルスね。今日はブラキオサウルスを開封して組み立てる回ということで、やっとブラキオか、うわー楽しみ。ブラキオサウルス、パーツやっぱ少ないね。うん、パーツはさ、まあ、でもな、いつもよりかちょっとずっしりしてるような感じがする。いや、パーツが長いからかな、首のパーツがね、すごい長いから。ブラキオサウルスの作り方ということで、まずはね、パーツを出しまして、おー、いいねー。これが、すごい、このバラバラの状態だと何かわかんないけどね、組み立てると、ブラキオになるっていうね。胴体もなかなかでかいよな。たださ、ブラキオサウルスのさ、特徴的な体の特徴、ね、前足が長いっていうね。ちょっとブロックをさ、足して、ちょっと前足長い感じでできたらもっとよかったんだけどな。まあ、これ胴体は置いときまして、こっからがね、もう本番だからね、本番。本番はメインディッシュのメインディッシュ、首だからね。やはり首。長い首をね、こう、組み立てられるのがさ、ブラキオの、これが楽しみだったから。おお。あっという間にできるけど。これがね、ブラキオの長い首ですよ。おお。で、あとは五寸眼フェイスを作るだけなんだけれども、ここに、あ、こうか。こうセッティングするとこういう風にセッティングして、で、この白いの、これ歯だったよね、毎回ね。毎回歯をさ、再現していたはずなんだけど。で、ここ、こう入れて、で、ここにも、こう入れまして。これブラキオの顔なの、これ。顔に見えねえぞ、あんま。あ、こう見るのか。あ、そうか、これちょ、ごめん、説明した見方間違った。こうだわ。こうだ、こうだ。こうで、ここに、ガチャンってね、つける。おー、可動できるんだね、こうやってね。そして、おー、投げ、首超投げ、見て。これ、グイーン。グイーン、しかも可動式。グイーン、グイーン、できたブラキオ、首超投げ、めっちゃいいじゃん。やっぱ、これナンバーワンかもね。組み立てで一番楽しいゲーム。あと余ったブロックあればな、ちょ、前足ちょっと長くしてね、もっとブラキオサウルスっぽくできるんだけどな。ブラキオサウルスもっとね、足ちょっと長くしたいよね。ということで、今回は、ブラキオサウルス、7番のね、ブラキオサウルスの開封レビュー動画でしたということで、今まで作った中で今のが一番いいわ。これ、ただね、パキはね、これもう一体買わなきゃいけないなって、これ。これ息子にバラバラにされてさ、見つかってバラバラされてパーツぶっ飛んでね、いや、全部あれかなー、ちょっと今集めてるんだけどさ、掃除機とかで吸われてたのも終わるから、これバラバラにされたからさ、もう一個買わなきゃいけないんだよね、これ。あ、そうか、その、これパーツなかったら、こいつのパーツ使ってブラキオの前足長くしてもいいかもね。ちょっと次回、これ見つからなかったらやってみるわ。で、もう一個買って、もう一個買えば、まあ、売ってると思ったらさ、買えば、まあまあ、パーツもいろいろなブロック余るし、まあ、集めれば集めるほどどんどん合体してでかくなれるし、まあ、うん、OK なんだけどね。まあ、ちょっと前足長くしたいから、次回ね、ちょっと、探して、パーツなかったらやってみるかな。いやー、いいね、ブラキオ、マジで。一番いいわ。今のところ作ったら多分絶対一番だと思う。ティラノとか、いやでも、パラサウルロスも良さそうだよね。特徴的な頭の形も再現されてるしさ。どれが一番いいかちょっとわかんないけど、今のところね、ブラキオがナンバーワン。めちゃめちゃいいブラキオサウルス。しかも首が可動するのがさ、まさかの可動機能ですよ。可動できる。ブリーブリーあと背中にさ、これレゴと多分同じサイズかな。レゴの人形乗せられんじゃねえかな、これ。後ろにさ、レゴの人間乗せてもいいか。多分乗ると思うけどな、乗らないかな。同じぐらいの大きさだったら思うんだよね。グイーン。いや、ほんと首稼働するのマジでいいわ。首るかの。まあ、これぐらい首高くしてちょっと飾りたいけどね。いやー、ブラキオ最高だったね。めちゃくちゃいいブラキオ。これもう一体欲しいな。これもう一個ゲットしてこよう、ブラキオサウルス。パーツはね、あればあるほどでかい恐竜ができるから、これ組み立てた後さ、足りないとこ足伸ばしたりとかさ、ね、胴体首長くしたりとかいろいろできるからさ、パーツあればあるほどいいから。いやー、すごくいいこれ。いや、ブラキオマジでいいね。すげー気に入ったわ。ブラキオサウルス、絶対ナンバーワンだね。
まだ全部組み立ててないから分かんないけど、まあでもナンバーワンだわ。すごくいい。飾って一番映えると思う。首長くてかっこいいね。